こんにちは。今回は利ということでお話しましょうか。まあ利で動く人ってのは利を逃すんではないかなと私は思うんですよね。一番最初は自分の力がないわけですから、どんなことをやってもね、利益にはなんないわけなんですよ。でもそれが肥やしになって、だん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 積み上がっていたものの中で利益がちょっとずつ取れるようになってきて、その行動、ひたむきな行動がですね、まあ人の心を動かしたりとかするわけなんですよね。それで徐々に利益の割合が大きくなっていって、最終的には利で動いてないのに利が戻ってくるみたいな逆転現象が起きると思うんですよ。まあ、だから億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですかっていう発想はもう底辺の底辺なんですよね。そうではなくって、そこで何かを見出してこようと、そこで講師の方が何をするのか何を言うのか関係なく、そこから自分は何を取り出せるだろうか、そして取り出せないことはどのぐらいあるだろうかってことにやっぱ気づきに行く、拾いに行く、そういった掴みに行くっていう思考がね、全てなんだと思うんですよ。参加して実際にぼやーっとしていてね、チャンスも与えられたのにえへへって頭かいてる人がどうやって稼げるんですかってことなんですよ。そしてそこで痛い思いをしたのに合宿から帰ってね、お金や時間も投下した、そしてせっかくのチャンスを不意にした、それを糧にしてその後の行動がさらに活かせてない、どうやって稼ぐんですかってことですよね。それだったらその億万長者合宿のエピソードをこうやってね、後で聞いていて、なるほどって感じで、じゃあ速稼塾に入りました、ドリームアカデミーに入りました、その人の方が実際稼げてますよね。億万長者合宿に参加するから稼げる、参加しないから稼げない、そこじゃないんですよ実は。だから少なくとも自分が何かアクションを起こしたり、そこから何かをつかみ出さない限りは稼げないってことなんですよね。こうやって待っててね、次から次へと流れていく、その講義を持って稼げるわけじゃないんですよ。学校の授業とは違いますからね。誰がそのお金を稼ぐんですか？私ではありません。私は稼ぎながら、あなたはその稼ぎ方をどう受け取るんですか？そしてあなたは何をするんですか？と、誰からお金をもらうんですか？すべて具体的に自分が手を伸ばさない限りは、全然お金はつかめないと思います。それが利で動く人の、利を逃す人のまあ考え方であり、利を求めてないのに利が残る、そういったまあ上級者の生き方なのかなと思いますよね。だから上っ面だけではダメなんですよ。上っ面だけ行動してもダメです。当然上っ面は真似しなければなりませんが、もっとそこの奥底のことですよね。検索結果に出てこない本当の答えにたどり着かないといけない。そのために誰とは何と過ごすのか、そして自分はそこから何を受け取るのか、何を引き出すのか、何をつかみに行くのか、そういうことを一つ一つ見ていかなければならないんですよ。億万長者合宿っていうのは飯の食い方、風呂の入り方、全部が金になることなんですけども、全く受け取れずに、あー気持ちいい風呂みたいな、美味しいカレーみたいな、それでは稼げませんよって話ですよね。じゃあどういうふうにすればいいのか、それはこれからもお伝えしていけると思いますので、ますますこの億万長者合宿の動画繰り返し見ていただければと思います。いってらっしゃい。